はい、どうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。今日26日、今動画撮ってるのがですね、26日の、水曜日ですけども、まあ昨日のですね、火曜日の試合を振り返っていきたいなと思います。ちょっと昨日ね、帰ってくるのが遅くて、まあダゾーンでね、こう基本的にはこうチェックをしてたんですけれども、まあちょっと動画撮る時間がなかったので、っていうのと、あとちょっとまあ正直あんまり喋ることないなっていう、そういう感じなんですよね。もうとにかく、要するに、まあ皆さんご存知のように 1-0 で完封負けですからね、こうもう全然打てないってなったらもう振り返るも何もとにかくもう打てないっていうことしかないわけ。ですよね。まあまあ打ってくれよっていう、まあそれだけの話になるわけです。まあ最近はね、1点取られた場面を振り返って、あの配球はどうやったとか、まあそういうところしかないわけです。ただ1失点の再起をですね、まあなんていうんですかね、1点取られたから負けたっていうのは、やっぱりそれさすがにちょっとね、まあひどい話というかですね、それはちょっと1点で負けをつけてしまうって、やっぱりちょっとね、打つ方がもうちょっと頑張らないかなっていう話ですよね。で、まあ、まあ、昨日が、火曜日ですから、カード頭になるんですけども、その前の、日曜日の試合が雨で中止になったですね。雨で中止になって、で、だから日曜日と月曜日2日、まあ、休みがあったということで、その、もともと日曜日才木がこう投げるっていうローテーションだと、まあどうするかなと思ったんですね。その、雨天中止だった場合、まあパターンとしては2つあって、まあ完全にローテーションそのまま1回飛ばすっていうね、そしたら次の週また同じローテーションでいけるっていう、そのパターンとですね、後ろにずらすっていうパターンありますね。その、中止だった時に先発する予定だった、のそのままずらすっていう。この2パターンあると思うんですけど、大体その、なんていうんですかね、いいピッチャーの場合はずらすことが多いですね。要するに、いいピッチャーはたくさんの回数投げさせたいわけですから、いいピッチャーの場合はそのままずらして、次の日に、次の試合で先発っていう風にする場合が多いし、まあ、谷間のピッチャーなんかだったら、まあ、ちょうどええわ、いうことで、そのまま飛ばすっていうね、ことが、ありますね。それに、いいピッチャーはたくさん投げさせたいと。あんま信頼の置けないピッチャーは極力投げさせたくないっていうところですから、最近難しいのはですね、日曜日を才木が投げてたことで勝ち星をどん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 積み重ねていってたわけですよね。日曜日っていうのはカードの一番後ろですから、火水木金土日ですから、層の厚いチームは当然、ローテーションに回ってるピッチャーはみんなね、いいピッチャーなんですけど、先発の層の薄いですね、チームは大体その、ちょっと力の落ちるピッチャーが投げたり、ローテーションの谷間のね、選手が投げたりとか、ちょっと試しに若手使ってみようかっていうのは日曜日投げたりとかですね。まあそういう場合が多いんですね。でそこに才木がずっといいピッチングしてるから、ここで勝ち星が積み上げられていってたという感じ。だから阪神打てないんですけど、日曜日は比較的相手のピッチャーもですね、力が落ちる人が来ることがあるので、たまに点取ってね、で才木が逃げ切って勝つみたいな。そういうのがあったので、この最近日曜日っていうのをこう動かすかどうかっていうね、その判断が難しかったところですよね。当然最強を動かしたら、スライドで火曜日に才木が登板したら、次の日曜日は、当然ね、才木投げれませんから、この日曜日才木っていうこの流れを、まあ、どうするのかなと思って、僕はね、岡田監督が、まあ、一回飛ばす、才木を飛ばして、ローテーションそのまま行くんかなと思ったんですけど、才木を火曜日にスライドしましてですね、昨日の試合にスライドさせて、昨日才木を投げさせて、で、そっから後ろのピッチャーのローテーションも全部後ろにこうずらすみたいな、まあ、完全にずらすんじゃなくて、ちょっと組み替えながらですね、ずらしていくみたいな、そういうような、感じできまして、これがどう出ていくかですよね。まあもちろんうまくいけば、才木でカード頭を取って、一週間でね、勝ち星をこう積み重ねていくこともできるし、こう、うまくいかなかったら日曜日すら勝てなくなってしまうと、ちょっと負けが込んでいくっていうことですが、ちょっとまあ勝負に出たなという感じですよね。守りにこう入っているというか、ちょっとね、動きをですね、動かしていったとね。そんな感じ。まあこれがどういくかですね。で、その初っ端が昨日の火曜日才木っていうところですね。火曜日は当然どのチームもエース級が投げますから、なかなか点取れへんということで、ここに才木をぶつけてきてですね、まあここの火曜日も、ある程度こう取っていかないかんと。もともとここ村上が投げてましたけど、村上もいいピッチングしてるんですけど、やっぱり、阪神が点取れないからね、勝てないということで。だから村上以上にいいピッチングしないといけないわけですね。だから阪神が0点あったらもう最近もずっと0点でいかないといかんという、まあそういうもうシビアなところを、まあ最近に任せようということですよね。
はい。で、まあ、まあ、それがあって少しローテーション再編があって、で、まあ、まあ、ね、交流戦も終わって、まあ、ここから、ま、一つの区切りとしては、ま、オールスターまでっていうところだと思うんですよ。ここまでどういうふうに戦っていくかっていうところですよね。打つ方はですね、その二日休みありましたから、で、しかも、そのホームゲームとホームゲームの間に休み、まあ、昨日クラシックやったんでちょっと移動ありますけども、まあ、一応ホームゲームなんですよね。だから、甲子園で DNA とやって、で、休み挟んで、で、火曜日倉敷、で、水曜日からまた甲子園っていう、ある程度甲子園ね、ホームゲームの中で、日曜日休み。で、月曜日もともと休みですから、二日休みになったということは、ここは少し落ち着いて、まあ、練習できるっていう、そういう風になった。まあ、ある程度恵みの雨という風に言っても、打つ方に関してはね、ピッチャーの方はそのローテーション再編がありますから、これがどう出るかわからんっていう感じなんですけど、打つ方はですね、このたまにこう、雨天中止挟むと打撃の調子が上がるっていうね、そういうことも過去にもありましたですね。いつやったかな、僕この YouTube 始めたばっかりの、始めた年やったと思うんですけども、開幕から何連敗かした年ありましたね。2020年かな、そのコロナで観客がこうね、無観客でやってたし、年だったと思うんですけど、もう全然打てなくて、開幕からずっと連敗が続いてですね、負けが込んで。で、雨天中止挟んで打ち出したっていうことがありましてですね、まあその雨天中止の間にこうゆっくりとこうね、バッティングを練習できたと。その時は確かね、結構ビジターが続いてたんですよね。ビジターでなかなかこう、まあ、ビジターだったらあんまりゆっくり練習の時間取れないですよね。もちろんね、ホーム球場でもないし、移動もあるしですね、まあホテルに泊まらないかんということもあるんで、あんまりゆっくり練習できないとね、ホーム帰ってきて雨天中止挟んで、それで、そこでようやくゆっくりとですね、バッティングを見直すことができて、で、打ち出したっていう、まあそういった年もありましたけど、まあまあ、そういったところでですね、まあ今阪神少しこう、バッティングのね、調子悪いですから、雨天中止、それから移動日挟んで、まあちょっとじっくりね、打ち込みとかね、練習ができたんじゃないかなということで、まあ、打つ方に関してはこれ、一定の、まあまあ、休憩がね、いい方に出るんじゃないかなというふうに思ってました。でですね、まあ、そうやってこう、日曜日、火曜日と、あ、日曜日、月曜日と休みを挟んでる間にですね、まあまあ、いろいろネットの中でですね、こう、いろいろ、こう、まあ、岡田監督のコメントなどが取り上げられたりしてまして、まあ、ちょっとね、少し気になったところがあったので、まあ、一応それも触れておきたいなと思うんですけども、火曜日の試合で、まあ、坂本はマスク被ってたんですけども、ね、伊藤が、オースにスリーランホームランを浴びて、で、まあ、負けたっていう試合ありましたけれども、あれまでとか初球を打たれたっていうことに関して、岡田監督がね、苦言をコメントで言ってたっていうのがありまして、で、それについてネット上ではですね、岡田監督の場合、なんか言い過ぎやとかですね、なんかいろいろこうありましたけども、ちょっとまあ勘違いをしているなって思うコメントが結構あったんですけど、要するに初球を打たれたらあかんって言ってるわけじゃないですよね。初球打たれたらあかんって言ったら初球絶対ボールから入らないかんのかっていう話になるわけで、そういうのはカウント悪くなりますから、当然。それはピッチャー不利になりますからね。だから初球ストライク取りに行くのは当然必要だし、初球打たれたらあかん、初球からね、絶対打たれたらあかんって言ったら初球ボールで入らないかんっていう、その、なんていうんですかね、間違った、リードになってしまうし、あと、例えばね、ストライク追い込んでから、ツーナッシングから打たれたらいかんみたいな。そうしたらツーナッシング追い込んだら絶対一球ボール外さないかんのかっていうね。これも意味のないボールをね、投げることになりますから、そういうことを言っているんではないですね。岡田監督のコメントをよくこう、見直しをしてほしいんですけども、そうではなくて、同じような打たれ方ばっかりすんなということを言われてるわけですよね。同じような打たれ方をする。で、要するに、相手はちゃんとこう、対策を練ってきてるわけですよね。こっちのリードの傾向を見てですね。おそらくこういう傾向で来るから、だから初球から積極的に振っていこうとかね。去年こうフォアボール少なかったですね、阪神のピッチャー陣がね。去年は阪神がたくさんフォアボールを取って、逆にフォアボールをあまり出さなかったっていうのが、まあ、優勝につながったということが、当然どの球団もそれは、こう、対策を練ってくるわけですよね。だから阪神のピッチャーはフォアボールあんまり出さないように投球をしてくる。要するに結構ゾーンで勝負をしたりね、結構カウントを早い段階で追い込んだりするようにして有利に進めていたというところで、それに対してもう初球から積極的に振っていかなあかんと、待っててもストライクね取られるだけやから、初球からもう甘い球来たら積極的に振っていこうで、今年はもうどの球団もそういう風にしているわけですよね。その中でそれに対するリードとして毎回のように同じようにですね、初球の甘い球を打たれるっていうのは、これはやっぱりその相手がこう対策をしてきたら、さらにこっちはそれに対してこう対策をしていかないといけないという、その部分ができてないっていう話ですよね。当然向こうは対策練ってくるわけですから、リードの傾向をね見て。
で、さらにそれを、こう、逆手に取ったリードをしていかないといかんというのが、まあ、まあ、プロのね、いわゆる、こう、まあ、これもずっと続くわけですよね。向こうがこう来たら、こっちはこう行くと。そしたらまた向こうはこう来るみたいな、ずっとそれが続いていくわけで、それの修正ができていないと。だから今年に関しては、坂本はもうリードを完全に去年のデータで読まれてますよね。坂本のリードの傾向はこうや、みたいな。で、それで、こう、結構今年はね、その配球を読まれて打たれたりとかね、おそらくここは、3球勝負で来るだろうっていうね、ここは、同じ球種を続けてくるだろうとか、初球は、こういう入り方するだろうっていうところを、こう、積極的に振られていて、結構、そういうところで点取られているというところが多いかなという感じですね。なので、今年に関しては坂本のリードっていうのは少しね、読まれている場面が多いなと。言うと、まあ、それに対して苦言をね、言ってるのかな。だからそれ、さらにそれを上回っていかないかんわけですよね。去年と同じリードをしてたら打たれるわけですから。だからそういった意味でいくと、今年に関してはやっぱ梅野の方が、まあ、うまいことリードしてるなっていう感じですよね。梅野も過去のデータをおそらくね、読まれて、こう打たれたりした時もあったと思うんですけど、それを、まあ、さらにこう上回っていったりとか、まあ、去年ね、ずっとこう怪我で出れませんでしたから、まあ、その間にいろいろ、試合をね、旗から見ながらですね、まあ、いろいろ勉強する時間もあっただろうし、まあ、向こうの対策をね、こうしてくんねんなっていうのを見る時間もあったでしょうから、まあ、その辺逆手にとってですね、過去の梅野ではやってなかったようなリードを今年は取り入れたりしてますから、ちょっと相手からしたらね、読みにくいとか、ちょっと面食らってるとか、まあ、そういうような感じなのかなというふうにも思います。なので、別に岡田監督がですね、初球から打たれたらいかんとかですね、そういうことを言ってるわけじゃないですね。ちゃんと対策練れよっていう感じで、同じような打たれ方ばっかりすんなよという話を、まあ、しているわけですね。その辺がまだこう対策不足やでという、そういう話をしているわけで、でそれをですね、まあ、ネット上見てるとなんか初球はボールから入らなあかんのかみたいなですね、ことがあったり、で岡田監督がデータ全然見てないとかいうふうに、ね、なんか書き込みがあったりしましたけれども、まあ、例えばオースティンはね、初球よりも初球ボールの方が打率が高いから、初球から、ストライクで入るのは間違いじゃないとかですね。まあそういうような書き込みがありましたけど、そういうことを言ってるんじゃないでしょう。岡田監督はめちゃくちゃデータ見てますからね。めちゃくちゃいろんなデータ、僕らが知らんようなデータも見てるし、覚えてるんですね。これがすごいですね。岡田監督、将棋もやりますから、結構記憶力がね、必要なんですね、将棋ってね。岡田監督結構覚えてますね。いろんな数字をね。解説者時代の解説聞いててもそうですけども、結構いろんなデータをインプットして、それをちゃんと覚えて、それを使いながらやっていくっていう、まあ、そういうような采配をしてますので、まあ、きっちり数字に基づいた、まあ、采配っていうのはね、まあ、もちろん しています。なんで、ただその、いわゆる、試しにやることありますよ。試しに。この選手は、数字悪いけども、この場面どういう風にやるのかな、試しに使ってみたりとか、もしくは、まあ、配球でもね、この選手、ちょっとここをね、データとしては強いってなってるけど、ほんまに強いんかな、と投げさすとか、まあ、当然そういうことはね、まだシーズン序盤ですから、当然あると思いますけども、だからまあ、選手起用にしてもね、なんでこの選手使うんやっていう、まあ、いろいろこう、ネット上にはね、書き込みありますけれども、それは当然岡田監督先のことも考えてこう、起用してるわけでですね、その辺は、まあ、何考えてるか岡田監督にしかわからないし、采配できるのは岡田監督だけですからね。だから僕の楽しみ方としてはですね、岡田監督は一体何を考えてこういう選手起用してるんだろうっていうのをこう、なんていうんですか、予想するっていうのがまあ、僕のまあ楽しみ方というかですね、この選手使ったから負けたやんけっていうのでは、ちょっと岡田監督の野球は楽しみづらいわけですね。なんでこの選手使うんやとかですね、こっちの選手の方が、なんかね、同じ打てへんにやったら若手の方がみたいとか、まあいろいろ当然ね、ファンの人の考え方あると思いますけれども、まあ、意図はあって絶対やってるわけですね。思いつきでは絶対やらない監督ですから。で、しかも、今日の試合、目先の一勝ではなくて、シーズン全体を通して物事を考えて、采配をしてる監督ですから。だから、まあ、我々ファンの考えの上の上の上ぐらいを言ってるわけですね。で、評論家のとかね、解説者の人の考えよりも当然上行ってます。じゃないと優勝できませんからね、絶対ね。人が考えてることと同じことやってたら、まあ、みんなね、どの監督だって、当然それは同じこと考えるわけですから、そこから抜けていこうと思ったら、人の考える上の上ぐらい、2手3手先読まないといけないわけですから、でそこを、まあ、なんていうんですかね、普通に、まあ、凡人と同じように見てですね、ここでこの選手使ったから打てなかったんやとかですね、なんで、ね、この選手を2軍から上げてこうへんとか、まあ、いろいろ事情がある、理由があるわけですよね。それをこう、考えるっていうのが、まあ、最近のですね、僕、岡田監督になってからの、まあ、楽しみ方みたいな、まあ、そんな感じですよね。だからまあ、前回の動画でもちらっと言いましたけど、まあ、土曜日のゲームは、まあ、半分ステージ試合みたいな感じでやってたんじゃないのかな、というふうにね、
思います。左の東に対して、この選手たちはどういう風なバッティングをするんだろうかとかですね、この選手使ってみたいなとか、そういうような感じですね。で、昨日のですね、試合っていうのは、だから土曜日はこの左の東に対してですね、右の、豊田を使ってみたり、ノイジーを使ってみたりですね、こういった選手起用してきましたね、渡辺を使ってきたりとか。で、で、最初に言ってましたけど、右対左とかね、左対左っていうのは岡田監督あんまり頭の中になくてですね、おそらく数字でこう、データとかね、それから見た感じのこう合う合わないで選手起用していると思うんで、その数字で言うたらですね、左バッターの方が左ピッチャーに強いっていうのは最近よくあるんですよね。なので、土曜日が東でしょ。で、右並べましたよね。で、昨日は、相手は小笠原だったんで、同じく左ピッチャーでね、どういう打線組んでくるかなと思えば、今度は左並べてきましてですね。だから、土曜日は試しにやってみたのかな。で、火曜日は、やっぱり元に戻すという感じで来たのかなという、そんな感じでしたね。昨日は近本中野で3番に、森下、4番大山、5番に前川ですね。左の前川。で、6番に同じく左の佐藤を持ってきまして。だから、オーソドックスな打順に戻してきたわけですよね。もちろん、データ的にも、佐藤とかね、この辺、中野とかね、この辺、小笠原打ってるということで、ですから、もちろんそういった意味でも使ってきたっていうのはね、当然ありますし、個人的にはね、元チームメイトだった豊田ね、東海大相模やったかな、小笠原とチームメイトやったんですけど、この対戦も見てみたいなとは思ったんですけど、昨日は出番なしということで、昨日はね、そういったオーソドックスな打順に戻してきたというところですよね。だからまだいろいろこう試してる段階なのかな、見てるとね、思うのはですね、で、試すプラス、使わないと調子上がってこないわけですよね。その、今調子悪いから、じゃあ使いませんっていうのでも、もちろんね、調子のいい選手を使うっていうのは当然、勝つためには必要なんですけど、今、軒並み調子悪いですから、使い続けないと調子上がってきませんから、要するに、全員が調子悪い中で誰使い続けるかっていうのも結構大事になってきますね。で、我慢できなくなって大山落としたりね、佐藤落としたりしましたけれども、あれも落とすタイミング、上げるタイミングっていうのも、もちろん、こう、思いつきでやってるというよりかは、ちゃんと考えてやってるっていうね、そんな感じに見えます。だからもちろんね、自分の好きな選手が使われる、使われないっていうのは、当然、ファンの立場としてはありますから、自分の好きな選手がなかなか使ってもらえなかったら、監督批判では当然あると思うんですけど、ただ全体を見てるとですね、全体を通して見てるとね、今のチーム状況で、だいぶよくやってる方やと個人的には思いますよね。やりくりしながらですね、選手をなんとかこう、上上げたり下上げたり、やりくりね、出したり引っ込めたり、いろいろしながらですね、よくこの位置にいるなというのは正直なところをですね、これ他の監督がやってたら今頃最下位にいてもおかしくないような、そういうぐらいの状態ですからね、いくらピッチャー良くても全然打てなかったら、去年の中日そうでしたよね。ピッチャーめちゃくちゃ良くて、ね、数字も良かったのに、打つ方が全然点取れなくて、ずっと最下位で、ピッチャーの成績は阪神も中日もそんなに変わらないのに、去年は阪神は優勝したっていうところですから、で、打率もそんなにね高くないし、ホームランもそんなに打ててなかったのに、得点は一番取ってたっていうところですから、やっぱりこの辺はうまいことですね、その打てない中でも点を取ることができてたっていうことですよね。で、今年に関してはまず点が取れないっていうのがねありますから、こうなってくるとピッチャーが疲弊してね、で、こうピッチャーの方の調子まで落ちてきちゃうみたいな、去年の中日みたいになりかねないところですけれども、この辺はね、うまいことやってるなというふうに思います。ずるずるいきませんからね、ちょっと調子悪いな、勝ったり負けたりっていう感じなんですけど、そのまま連敗でずーっとこう下の方まで行ってもおかしくないような状況をなんとか食い止めていると。で、他のチームももたもたしてくれているので、今の位置にいるっていう、そんな感じですから、まだまだここから先ですね、巻き返しのチャンスはあるかなというふうにも思います。昨日の試合はもうとにかく見どころといってもそんなないので、打たれた場面ですよね。才木が打たれたところね。最近序盤から比較的普通のピッチングというかですね、初めての球場ということだったんですけど、言ってたかな、ピンチもありましたし、球数もちょっとね、費やしてましたけれども、4回かな、満塁のピンチ招いてね、やってましたけども、ここもですね、フォアボール2つ出したんですけど、この辺のフォアボールの出し方っていうのも、なんていうんですかね、無理に勝負に行って打たれるよりかは、勝負と避けた方がいいだろうなっていうような出し方だったので、この辺はね、フォアボールはあかんから無理に勝負やっていうところではなかったんで、悪くはないのかな。4番の細川は悪化しましたよね。この後2つ目のフォアボールは余計やったかもしれませんけど、でも、無理に勝負に行って打たれるんやったら歩かした方がマシっていう、そういう考え方も、場合によっては必要ですからね。
で、この辺が、まあ大事なところだったのかな。そういった意味でいくと、その8回にですね、板山に打たれたっていうのは、ちょっとこの場面はどうやったのかと。もうその、結果論ですけど、この1点で負けたわけですし、まあ、阪神の方も点取れないっていうのはですね、まあ、分かってるわけで、もう 0-0 で行くしか勝ち目ないわけですよね。もう 0-0 で延長に入ってですね、どっかでなんかね、もう相手のミスでも何でもね、まぐれあたりのホームランでも何でも、なんかで1点取って逃げ切るっていうのしかも、勝つ方法がないっていう、今そういう状況だし、特に相手ね、中日の投手陣ということですから、とにかく阪神の方はもう1点もやれないっていう試合なわけですよね。ってなると、この板山に打たれたところで、その前の、誰だな、田中やったかな、スリーベース打たれて、これでまあ大ピンチになったわけですけれども、これはもうですね、しかも板山はこう、ね、完全にこの日はタイミング合ってましたよね、そこまでも2安打打っていたし、いい感じでね、振ってます。で、なので、ここを無理に板山勝負行く必要は、まあ、果たしてあったんかと。要するに、ここはもう1点取られるのも4点取られるのも同じっていう、そういうシーンなんですよね。ここでね、その、要するに、勝ち星、もう、昔のピッチャーを見ててもですね、その、防御率あんま良くないけど、勝ち星は稼げるっていうね、ベテランピッチャーがよくいたと思うんですけども、そういう人はね、ここはもうとにかくもう、塁埋めてでも、もう、満塁にしてでも、もう0点に抑えないかんっていう投球をするわけですよね。要するに、そういう投球をすると、もし勝負に負けた場合は4点ぐらい取られるわけですよね。満塁ホームランとかね。でも勝負に勝つ場合は0点で抑えられるんですね。で、昨日ここ、最近は1点で抑えたんですけど、これ勝負に勝ったか負けたかっていうとですね、まあ1点に抑えてるから、まあその後抑えましたからね、1点で済んでるんで、まあまあ防御率としてはそんなに変わらないんだけど、勝負にはこれ負けてるわけですね。もちろん勝負ですから勝ち負けがあるわけで、勝つこともあれば負けることもあるんですけど、その勝ち負けの考え方なんですね。この場面は0点で抑えないと勝ったことにならないわけですよね。場面によっては1点で抑えたら勝ってるっていう場面がありますからね。その場合はいいんですよ。勝負に行けばいいんですけど、この昨日の場面はこれ0点に抑えないと勝ったことにならないわけですね。1点でも取られたら負けなわけですから、ってなったら1点取られるのも4点取られるのも一緒ですよね。下柳なんかはね、この場面は、もう絶対にこう、もう、一点取られないようにしよう。だからそのためにフォアボールで満塁にするかもしれないし、まあ当然その場合勝ち負けは当然ありますからね。で、その場合勝つ場合は当然そこでこう0点に抑えるんだけど、そのやり方だと負けた場合は2点3点取られるんですけど、それはそれでいい。その勝負に行かないといけない、っていうわけですよね。その勝負の仕方ですよね。一点で抑えたからいいではないです、この場面はね。一点もやっちゃいけない場面ということですから、からこの辺がね、まあ、無理に勝負に行くっていうのはちょっとどうかなという感じですね。ワンワンからインコースを打たれたんかなんかですけど、まあ、それまでにインコース使ってなかったですからね。まあ、もしこう勝負に行くんやったら、それまでの打席でちゃんとこう、なんていうんですか、ここ一番で抑えるための布石っていうのを1打席2打席目に打ててたかどうかっていうと、そんなインコース使わずに外一辺倒でね、ヒット打たれてましたから、ちょっとここの場面で勝負に行くっていうのはちょっとこうなんか準備不足というかね、布石を打ってなかったなっていう感じですから、ここは無理に勝負に行く必要はなかったのかなと。で、次4番細川ですけども、これも歩かしていいわけですよね、別にこれもね。打たれたらちょっとね、困る。この2人が今一番調子よい3番、4番がね、ここ2人とも歩かしてしまってもいいっていう、そこのぐらいの場面だったんかなと。無理やり昨日の試合のポイントを探すと、もうここしかないんですよね、ここしか。当然。ここをどうやったら0点に抑えられたんだろうかなっていうぐらいしかもう、見るところがなくて。とにかく打つ方は打てなかったわけですが、まあ、ヒットはね、出てるんですよね。近本もヒット打ちました。中野も打ったしですね。で、佐藤も打ったし、まあ、比較的全員、1本ずつぐらいヒット出てるわけですね。で、佐藤は最後、マルティネスからもヒット打ちましたから、まあ、打撃の調子っていうのはね、だから、岡沢とマルティネスからヒット打ってますから、まあ、悪くないのかな。だんだんこう、まっすぐもですね、前に飛ばせるようになってきましたし、ちょっと体のキレ戻ってきたんかなっていう感じだし、近本も土曜日全然タイミングが合ってなくて、やばいな、大丈夫かと思ってましたけど、昨日はまあ、普通にね、普通の近本に戻ってましたからね、いい当たりもありましたしですね、まあ、ヒット以外にもいい当たりも飛ばしてたっていうところで、まあ、打撃の方はちょっとずつ復調してきたのが、大山がね、昨日2併殺でブレーキになりましたけど、併殺打はね、いい当たり飛ばしてるから併殺打になるわけで、まあ、なんていうんですかね、4番打者が併殺打怖がったバッティングをしたら絶対ダメですから、まあまあ、この辺はまあ、
まあもちろんね、どんだけ調子のいい打線でもたまたま点入らんということありますから、まあ毎回毎回ね、5点6点取れるわけじゃないので、あれなんですけど、まあ打線の方は比較的こう上向き加減なのかなという気がしますので、あとはまあこれがうまくつながるような攻撃がね、だからうまくつながる時もあるいはつながらん時もありますよ、どんだけ好調な打線でも。だからうまくつながりゃ点取れるし、つながらない時にどうやって勝っていくかっていうところですよね。うまくつながらなくても1点2点なんとかもぎ取るっていう、これができるようになってくれば、まあまあ、もう少しね、あの、勝ち星が上がっていくのかなというふうにも思いますので、打撃の方はちょっと復調気配かなというのをね、少し、まあ、感じるというか、まあ、そこに希望を見出すしかないんですけどね。はい。で、今日はあの、甲子園帰ってきますから、これでまた少しね、落ち着いて試合もできるでしょうし、まあ、あの、ね、今日は涌井ということですから、まあ、あの、ベテランですからね、やっぱり打ち崩してほしいなというところかなというふうにも思います。で、まあ、ね、その、板山に打たれたというところでね、阪神が戦力外にした板山に打たれたって、これもま、ネット上で少し話題になってましたけど、まあ、もちろん、阪神ファンってあの、阪神の選手がよそで行って活躍するのって結構喜ぶ人多いんですよ。僕もま、嬉しいですね、板山が活躍してくれたのはね。で、阪神にいたら、出番がないから、こう、戦力外に、したわけで、なんか、なんていうんですかね、置いとったらよかったのにっていう話ありますけど、置いてたら出番なかったわけですから、去年もね、使いましたけどね、チャンスものにできなかったわけですから、これはもう、板山にとっては出てよかったってことですよね。阪神を出て中日に行って、そこでまあ、たまたま調子が上がってきたタイミングかもしれないし、たまたま水があったのかもしれないし、何か原因があるのかもしれませんね。もちろん、そのね、なんとかやり返そうという気持ちがいい方向に行ったのかもしれません。阪神にいたら多分ね、同じような活躍はしてなかったと思いますし、まあ、出てよかったのかなというふうに思いますので、まあまあ、ね、まあ、板山にしろね、山本にしろ、中日で頑張ってますから、この辺はね、まあ、頑張ってほしいなと思います。はい。ということで、今日はこの辺りにしたいと思います。今日またね、ナイトゲームで、ありますから、今日はね、やっぱ勝ってほしいなというふうに思いますね。今日はね、大竹かな。はい、頑張ってほしいなと思います。ということで、最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。